どうも、シュンシュンクリニックPです。医療従事者限定ライブということで、本当に天才ピアニストのマスミがこの開いたライブっていうのは本当に素晴らしい試みだと思います。見てくださってる方がね、医療従事者っていうことなので、まあ、せっかくなのでちょっと看護師さんあるあるっていうのを一つやりたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。ヘイヘイナース、ヘイナース、医者に貸したペン必ずなくなるよ。ということでですね、皆さん、この医療従事者ライブをご覧になった皆さん、本当に、ありがとうございます。そしていつも働いてくれて本当に感謝しています。ありがとうございます。ということで、シュンシュンクリニック P でした。医療従事者の皆さん、こんにちは。いつもありがとうございます。皆さんのおかげで、今は現在安心な安全な生活を送らせていただいております。医療従事者の方、いつもありがとうございます。皆様のおかげで、僕たちも頑張れております。どうも、お待たせしました、木崎です。医療従事者の皆さん、いつも本当にありがとうございます。私は最近、息子が生まれまして、こんなご時世の中、立ち会いもさせていただきまして本当にありがとうございます。また、劇場に足を運んでいただけるようなね、ご時世になればぜひ来ていただいて、そして大いに笑っていただきたいと思います。本当にいつもありがとうございます。どうも、日本社長の辻です。医療従事者の方々、いつも、ありがとうございます。思い返せば僕も医療従事者の方のおかげで生まれました。あの時もありがとうございました。ではまた劇場でお待ちしております。どうも、日本の社長ケツです。こんばんは。医療従事者の皆さん、毎日本当にお疲れ様です。大変な状況だと思いますけれども、皆さんのおかげで僕らはこうやってお笑いのライブできたりとか、ね、もうみんながこう安心安全な生活を送れてると思います。本当にいつもありがとうございます。以上、ケツでした。どうも、ネギーザフロラジーです。すいません、照明を間違えました。どうも、ネギーザフロラジーです。こっちですか。すいません、ネギーザフロラジーです。医療従事者の皆様、本当に普段からありがとうございます。僕たちもですね、こんな暗い世の中、精一杯盛り上げていきますんで、一緒にコロナを倒せるように頑張りましょう。また吉本の劇場に遊びに来てください。さよなら。こんにちは、ネイビーザフの皆川です。医療従事者の皆様、本当にいつもありがとうございます。まあ、もうちょっと落ち着いたらですね、劇場に来たりテレビを見たりして元気を出してください。僕はですね、皆川軍団という後輩吹き連れた軍団がありまして、LINE グループ作ってるんですけど、これね、久しぶりに見たら大会させられてました。僕みたいなやつもいるんだと、元気出して頑張ってください。お待ちしてます。紅生姜稲田美希です。医療従事者の皆さん、いつもお疲れ様です。コロナが落ち着いてはですね、みんなで飲みに行きましょう。普段はあんまりお金出さないんですけども、ちょっと多めに出そうかななんて思ってます。医療従事者の皆さん、いつもありがとうございます。そしていつもお疲れ様です。今ね、すごく大変で劇場に来られないと聞きました。またいつか直接お会いして、ハグできる日が来ますように。どうも、こんにちは、さやかの宮本と申します。医療従事者の、方々、いつも本当にありがとうございます。これが終わればまた皆さんで劇場にぜひ見に行けるかなじゃないねん、強い気持ちで見に行く、待ってます。どうも、好きなピースはグリーンピースからしれんこんのいおりです。医療従事者の皆さん、すいません、噛みました。医療従事者の皆様、いつも本当にありがとうございます。皆様のおかげで楽しい新婚生活が送れています。これからもよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。どうも、風水の田雄一です。医療従事者の方、普段、過去、未来、ありがとうございます。これから、お世話になると思いますし、僕の子供もお世話になると思います。お願いします。ありがとうございます。どうも、風水屋の田中翔太夫です。医療従事者の皆さん、普段本当に、お疲れ様です。いつもありがとうございます。心の底から、応援しております。皆さん、
頑張ってください。最後にこんな言葉を送ります。ゴルゴゴマ団子、ゴルゴゴルゴマ団子ゴルゴ。どうも、からしれんこんのそらです。ね、医療従事者の皆様、本当にね、いつもありがとうございます。もう本当におかげさまでね、僕らも楽しくね、お笑いもねさせていただいてますのでね、まあ、ぜひね、また、こう落ち着いたらというかね、劇場にね、足を運んでいただきたいと思います。本当にいつも皆さん、ファンタスティックバーありがとうございました。どうも、ラリーノーズの須崎です。医療従事者の皆さん、本当にいつもありがとうございます。僕も去年8月にコロナにかかってしまいまして、お世話になりました。本当にお手数をおかけしましたけども、医療従事者の方々のおかげで、こうやって元気になりました。ありがとうございます。本当にこれからも無理せず頑張ってください。そしてまた劇場に来てください。もっとファンタスティックバイ。医療従事者の方々、本当にいつも医療してくれてありがとう、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 ありがとう。どうも、藤崎マーケットの田崎です。医療従事者の皆さん、いつもありがとうございます。僕は3年ぐらい前に手術をしたんですけども、硬膜外麻酔にすごく術後も助けられました。ありがとうございました。どうも、藤崎マーケット時です。医療従事者のみんな、マジで、ほんまありがとう。みんなのおかげでほんまに今めっちゃ折れた。すみません、ちょっとテンション間違っちゃいました。すみません、本当にもう医療従事者の皆さんのおかげで、私たちが、のんきにお笑いができている次第でございます。またね、コロナが明けたら、ぜひとも、吉本のライブ来てください。そして大笑いしてストレスを発散してください。ありがとうございます。